はい、今日はですね、栃木県鹿沼の岩山というところに来ております。日吉神社というところからですね、猿岩っていう有名な70メーターの鎖岩っていうのがあるので、これをちょっとトライしに来ています。とりあえずここ神社からまあ50メーターも来たところで、ここね岩山ハイキングコースというのがありますので、まだちょっとセッティングしないままちょっとこのまましばらく行ってみたいと思います。ずっとこんな感じで道が続いてます。ちょっと滑りやすいですね。こんな感じで続いてますけど、昨夜行ったですね、宇都宮のですね横田湯っていう焼きそば屋さん、焼きそば居酒屋みたいなところの焼きそばが非常に美味しくてですね、太麺で美味しかったんですけど、感想どうでしたか、奥様。意外に美味しかった。意外に美味しかった。ちょっとバカにしてます。意外にとか言って。こんな美しい岩山、平成18年8月。ゴミは持ち帰ると雲が入ってます。雲が出るっていうことですね、ここは。少し展望が出るところに来ました。石が出てきましたけど、おー立派な岩が出てまいりました。これが多分三番岩だと思いますけど、なかなか急激に岩の路面になりましたけど、まあ登りやすいですね、全然ね。ちゃんと足場の順番にこう石を掘ってありますね。はい、まあさすがハイキングコースというだけあって、おお、これは何の3番岩、321の順番だった。これはたまたまルートの1番ってところじゃない。これからですねちょっと上りになるので準備をしました。はい、その右の岩登ってった方がいいんじゃないの？行けるのか。ここちゃんと一緒。いやいや、いいんだよ。ちゃんとだって切ったんじゃん。そこは行けるんでしょ。そこから左行けないの。当初に思ったワイドだね。どこに左に行こうか。矢印ね。
ロープ出そうか、これ行って。いや、あの大山登って山登ってるって下に見せてあげたいね、このハイキングコースで、これはさ結構エグいんじゃないのこれここが3番岩か、1本目のこの感じの岩ね、持ってきました。じゃあどうなってんでしょう。おお、すごいなこれ。こんな感じです。あなたすごい風太いな。道ないか、さっきの左の道行くとそっちだったんでしょ。あんた、うん、すごいなこれ根っこか、いやーこれ裏山ですよ、これ裏山神社の、なかなかすごいところですね。だいぶ展望良くなってきました。よいしょよいしょに天気ついてますね。これね、ハイキングコースっていうカテゴリーがよくわからないんですけど、子供は大喜びだけど注意してないと。子供キャーキャー言っても来る。切れてますね、ちゃんと。ここが3番岩275m、これですね。ちょっとこっちから上がってみます。はい、ちょっと今日奥様いつになく慎重でございます。裏側からこう登れるようになってますね。まあどっちでもいいんじゃない、この辺一帯が3倍岩なんでしょう。はい、3倍岩ですね。これ夏はこれちょっと葉っぱあるから見えないな。じゃあ次行きましょうか。なかなかね、ベンチまで行ってみましょう。再び意味不明なベンチ。体力のある方はベンチプレスでもやっていただいてですね、こっちベンチがあります。
2番のマークになります。はい、これルートの番号。そうそうそう、ね、岩は最初の地図見てないでしょ。あれ、入り口のとこに番号振ってあったやん。岩の番号とルートの番号が違うね。奥に紫、黄緑みたいなのがあるけど、右に行ける道があるね。巻くんだろうな、巻くんだよ、こっちと。巻けねえか。ザードですか。行けますね。その正面の木の右側回っていく感じだろ。いや、怖かったらこっちでもいいよ。怖くないって、そこで怖くないって、まあ、手がかりはあるんだけどね。3番岩からほんのちょっと行ったらまたちょっと下る感じで黄色ペンキがついてます。ここもね、ちゃんと足がカットしてあるので慎重に降りれば問題ない。すごいやろアドベンチャーだね。そうですよ、ここしゃがまないとこれくぐれません。ぜひヘルメットをおすすめします。頭どこでぶつけておかしくないので、橋があるんですけど、ここを通ればいいのでよくわかんないですけど、まあちょっとここが昔どうかなって感じなのかなと。これは回って左はいけないので、いや、そこを上がって左行くか。ここを一回降りれないので、ぐるっと回れない。負けるんじゃない。じゃあちょっと負けなかったら戻ってきましょう。負けなかったようです負けないですね、ザードの負けないで、負けないこういうだけは。これは本当に登るのかな。これは本当に登る感じですね。登って右へ行く指示が、そこの注意ってとこ頭ぶつける人がいるんだろうね。うん、そう、絶対そう、間違いないね。そこでそう立ち上がった時ゴーやゴーやまたね、非常にいい角度についてます、それが。まあこれはここの一部に標準でしょうな。これでもなんか天気蛍光塗料で新しいね。
でもいいわ。どっちでもいいよ。だって言ってるしっかり手下げて、後で吐き起こしたで、次もよく見て、ここら辺どうだ、ここに右足なんだから、ね、両手でしっかりさ、両手でしっかりグリップして、はしご一番長いかな、今までね。これ登るみたいですね、はい、これ今 はしご登ってきましたけど、僕が登り切ったら突然ですね、ダメになった。ここに一応リレーポイントが打ってあるね。生きてます。だから、まあ、心配な方はロープで、ロープ出そうか、一生懸命打ってます。もうゴルフ場あんな近いんですけどね250メーター前後うろうろしてます再びまた岩が下りますけど、足の感覚で綺麗に岩が切ってあるんで、ちゃんとそれを見つければそんなに苦じゃないと思の下山道だと思いますけど、まあでもまあまあまあな、下山道と書いてあります。入ってきます。岩と岩との間、剣徳山だとひげ剃り岩みたいな感じで、短い草で出てきてます。はい。ちょっとこれは毛上が高いので。右のアイポイントのところに足掛けられます。はい、ここです。だいぶ慣れてきた感じです。ハイキング道だとするならばね、大山とかね、散策道だねすごいっす、半端ないっす。ティータイムで、あ、そのままなかなか
ぐるっと巻いて岩の上には行かないみたいですね。はい、今度は左に今登ろうかな。さっきのなんとかの樽に終わって、ちょっとこう平らなところですね。ルート4の場所まで来ました。結構も高いのかな、この辺で。山頂尾根というんでしょうかね、岩の間ずっと。割とここは高低差がない、日当たりのいいところ。さあ、ここでちょっと下ってもまあ一緒ですかね。こんな感じで続いて、あ、今度は岩登れの指示ですね。岩登れの指示です。また半身しか入らない岩の隙間を。これはね、また悩ましいよね、これ。つくづくね、やっぱね、デブは登山に向かないってのは分かるね。通れないもん。よいしょ。まあもちろんそれもそうだ。なんとかパンが待ってる。名前よりあのなんか売り切れてねえといいけどなってのばっか気になっちゃう。意外と美味しい店、あのやぼったい看板だったりするんだよね。っていうちょっとね危惧をしてましてですね、ここ2番岩ですね。6から8、今現在地ここですね。もうちょっとですね、来ました。なかなかワイルドです。2番岩の後ですね。こちらへどうぞ。手書きのこれがそこかしこに置いてあります。ちょっとかまぼこの板をちょっと置けるここにちょっとこれで持ってきますが、例えばこのね、上がったり思ったりばっか面白いですけどね。もっと迷うほどね、ないです。もう行ける方向決まってる。また尾根道来ましたけど、風すごいです。風、今日比較的暖かいというか
暖かいんですけど、ここは風吹くとね、ちょっとやっぱ少し涼しいですよね。結構もう環境入ってたなね。いや、今日は強いね。いや、なんか一組すれ違いましたけど、ガチなヘルメット、ハーネス、ロープ持った4人ぐらいの女子の方が、来てました。それ以外はすれ違ってません。栃木百名山、はい、あと5メーターぐらいですね。あとちょっと、あとちょっと、あと1メーター。はい、後ろ後ろ気をつけてね、後ろ。はい、いいか、とりあえずビレーはそこにまずかけて、あんまり良くない。
ずーずそう、送り込まないで握りを握りで調整してスルスル。そうそうそう、マッシャーないから握りの力で落ちていくはずだ。落ちていくでしょ。うん、そうですそうです、その感じ。握りでね、どこまで来れるかな。木があるから気をつけて。え、もうちょっとです。はい、もうちょっと、もうちょっと。あー、なんだ、雨、そんなとこ雨。あ、いい落ちた。思ったより安心感だよ。そう、腰を落としていく感じね。うん、右手でコントロール、左手に位置ダメだよ。そこまで行けるか。これ崖なんだけど、しっかり右手、ここ急なところグッと行くから足突っ張るようにして。そうそうそう、いいね。正前になってたね。オッケー、そこから一本道なんで、うん、こさこさ、はい、どうでしたか、先月は。人がいると思わなかったので、あの黒っぽい人たちの目が怖かった。そうね、はい、白いよ、いい感じだったね。下山に向かってますが、いや、なんのどこがハイキングコースなんだか、さっぱり分かりません。あと一は分かんない。え？一は？一は。ああ。まあね。けど、まあやっぱ 50m ロープ、知らない場所だと 50m ロープじゃないとちょっと安心して懸垂できないね。今日も 50m ロープで3回付け替えて、下りましたけど、話によると最場の長さはそう全部で 70m っていう話なんですが、うん、それだと単純に 50m ロープ2本使えば、まあ、2回もしくは 60m ロープ2本使えば、まあ、ギリギリカーブのとこまで行けるっていう感じになると思うんですけど、やっぱ最低でも 50m 欲しいね。うん、ほぼ終わりだと思います。はい、ほぼゴルフ場まで降りてまいりました。鹿沼の岩山、1番岩、2番岩、3番岩、3番岩3番岩ありました。最後の猿岩懸垂加工、
さあ奥様感想をお願いします。321と岩があったんですけど、一番岩がわからなかったです、はい、見逃しました。それで終わりですか。で頂上にあれっていう間について、1大メインイベントは猿岩です。起伏があって面白かったです。はい、相変わらず小学生のコメントはい、ではまあ気楽にちょっと来れませんが、ぜひぜひ来ていただければ楽しいんじゃないかなと、まあ、それなりのね経験値があるので、まあ登山経験豊富な人連れてきて、ロープ使って懸垂も面白いですし、いろいろ楽しめると思います。なんだかんだね結構疲れました。はい、ここはなぜかゴルフ場の横なんですね。さっきの道だと上を歩いて帰る、おそろやよっていう、おそろやって方は結構いらっしゃいますね。そういうことです。では